社内で15人と関係持ってしまってたこと、彼と付き合う前に職場の15人と関係を持っている。会社の規模によっては全員ですけど大丈夫。本当に全員ですけど大丈夫ですか？すみ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 、最後の一人だったんです。確かにそうかもしれない。すごいね。それでもバレないんだ。いや結構地雷抱えてる ね、 ねこれは。もう兄弟だらけってことでしょ。わあやだな。一緒に打ち合わせしてる人が何彼氏のそう関係持った人とかも最悪じゃない？確かに。ああちょっと内緒にしましょう。これは、はい、した方がいいですね。これは内緒案件です。内緒案件です。はい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 。一人でしてないって言ってるけど、頑張りしてます。はい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 、これ結構効きますね。はい、これはめっちゃリアルだと思う。はい、確かに。あの、まあ、今普通に考えればセクハラなんですけど、ただの。うん、あの、なんか、そういう質問されたんですよ。男に？男に。最低。やばいよね。で、それで私は、マジでしたことないですって言ったの。普通に真顔で。本当にないですって言ったら、いや、大体そういうやつはね、指を見ればわかるんだよって言われました。キモーい！やばくないですか？気持ち悪いですよね。気持ち悪い。キモいよね。キモい。やめてください。でもなんかそういうのがあるらしいんで、触らないでくださいって普通に言っちゃった。やめてくださいとか言って。気持ち悪い。やばいね。めっちゃ良くない？それはマジセクハラ。セクハラですよ、ほんとに。あとね、これもう最後、可愛いので、はい、締めくくらせていただきます。はい、お願いします。元カノさんに嫉妬していること。そう。可愛い。なんて可愛い。内緒にしなくていいんだよ。言っちゃえ。言っちゃえ。言っちゃえ。なんか嫉妬って可愛いですよね。このね、なんかね、可愛い。まあ、例えばどこどこ行かないでとか言われる感じだったんですよ、私は。そう、でも、それをまあ嫌だとは感じたことないけど、まあ多少ちょっとね、なんかんってなったことはあるんですよ、今まで。でもそれを今考えると、可愛いなって思って。ね。なんかほんと可愛い。そう。やっぱ可愛いって思える、精神状態になったのもちょっと大人になったなと思うし、とてすでに遅し。だいたい嫉妬って現れる言葉に現れるとさ、うん、否定の言葉が多い。そうなのよ。そう、なんか例えばなんかその男子もいる飲み会とかに行く時の服を決めてる時に、はい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 、私はこれが着たいと、はいはいはい、でもなんかそれちょっとなんかあれじゃないみたいな、ちょっと微妙じゃないみたいな、なんかすごいなんか私可愛いと思ってるのにディスってくるやんっていうイライラが募るんだけど、その男に見られたくないみたいな感じになって可愛いってなった。可愛いですよね。彼とのデートで結構私胸、あの夏って私結構アメリカンスタイルだから、そう、結構私胸見える系じゃん、いつも。見える系って言ったら変だけど、なんかタンクトップとか多いんですよ、私。結構こうパックリ開いてるみたいな。うんうん、で、そのなんかタイトめのワンピース着てた時に、お待たせーって言ったら、え？母ちゃん帰ってって言われて、なんで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 、おっぱいが見えちゃうって言われました。で、着替えたの？着替えた、こうやった。まあでもね、可愛いですよね、そんなの。いやもう、今は考えるとね、もう、一番可愛いですよ。いや、可愛いです。はい、内緒にしてたことは全部可愛かったです。いや、全部可愛くないか、別に。わかんないな。いやけど、やっぱね、こういうのやると、すごい思うけど、女子の方がね、ピュアなの、やっぱ。いや、ピュア。いや、なんかね、男子の方がね、やっぱね、浮ついてんのが、なんか。もう、腹立つなー。なんかね、なんかね、可愛いのもあった。可愛いのもある。可愛いのもあるけど。まあ、この次、男性のやつやっていきたいと思います。そう、本当に肩を入れたいと思います。本当に、ね、男性の皆さんに。本当にそれ。本当に。ので、女の子は意外とピュアだということを、はい。はい。皆さんに声を大にしてお伝えしておきたいと思います。はい。それでは次、男性の本性を、暴いていきますので。暴いていきますので。そちらも、ぜひ、特に女の子のみんな見てください。はい。見てください。はい。それでは男性の方も見たいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは明日もかかしまい。じゃあねー。バイバーイ。